ですね、まあ、こっちが30リッター用なんですけれども、たくさんね増やしたいなっていう方は、まあ、爆食の方でガンガン増やしてもらって、まあ、今年の、はい、じゃあ今日は2月の23日の金曜日、3連休の初日になりますね。まあ雨が降ってという状況で、なかなかね、また急激に寒いような状況になっておりますので、まあ外でね、ミジンコを増やすというのはね、ちょっと難しいかなというような気がします。まあこちら、まあ大型容器2個ですね。まあこっちが30リッターの容器で、まあこっちの方がね、まあ漬物容器で使っておりますが、まあ、こちら中の部分、まあ30リッター用の爆食くんですよね。まあ単体。まあ、絶賛発売中のものですけれども、まあ、こちら、今、かなりね、目立つような状況となっております。まあ、ここはですね、10グラムだったかなと思うので、まあ、それにしてはね、結構増えたかなと。あと、水の色がですね、結構こっち汚いんですよね。まあ、これがですね、まあ、なんでこんなに汚くなってるのか、まあ、ミジンコが増えてるからっていうような状況ではあるとは思うんですけれども、まあ、調子がいいっていうことなのかなと思います。で、こっち側ですね。まあ、30リッターの緑色の容器の方。まあ、こっちもね、かなりこのような形で泳いでおります。まあ、これはね、30リッターのこの容器セットでの販売もあり、そして、まあ、単体のものでも販売がある。まあ、このぐらいで容器があるんであれば、まあ、単体で購入していただければ、まあ、使用可能と。まあ、使う場合は安永の AP40 というようなまあ、エアブロワーを使ってください。まあ、概要欄のところに、ね、リンクがありますので、これを使っていただくと十分稼働してくれるということになります。こっちはね、18g ぐらいだったかな。で、こっちの方が 10g ぐらいだったんですが、まあ、こっちの方がね、全体的に今現状としては、まあ、動きとしてはいい感じ。こっちの方がね、色がね、だいぶ汚いんですよね、水の色が。だいぶね、茶色に近く、端っこを見るとね、まあ、そんな感じになっております。で、こっちの方というのは、まだそこまでなっていないんですけれども、小さいのがね、かなり多くいるので、まあ、今後急激に増えてくる可能性は十分あるかなというふうに思います。で、水温なんですけれども、まあ、水温に関しては、まあ、こちらの方ですね、だいたい今ここで表面水温を測ると21、2度ぐらいというような状況。になってます。で、こっち側、の方は20度ぐらいですね。こっちの方がね、若干水温が高いんですよね。この容器のね、奥にヒーターが入っているので、こっちの方がヒーターに近い分だけ水温高いです。だから向こうの奥の方は22度とかになるので、こっちの方が1、2度、こちらの方よりは水温が高いので、まあ、その分、こっちの方が増えてるのかなと。まあ、水温的な状況で見ると、まあ、今の22度ぐらいっていう状況は、おそらくミジンコとしては増えるには、まあ、申し分ない環境というふうに思います。だから、こっちの方がちょっと多いかなって気がするんです。だから、2度ほど低いだけで、まあ、こっちの方が増え方としては少し遅い。でも、ちっちゃいのが多い分だけ遅れて、おそらく、まあ、増えてくるというのは見えます。だからまあこっちを先にリセットをして、その後っていう感じになるかなと思うんですね。まあ明日とかね。まあ明日は大丈夫かなと思うけど、明日か明後日ぐらいには、ちょっとリセットをかけようかなというふうには思っておりますので、まあこれもね、また続けて動画見ていただければと思います。で、前回買いました、まあ爆食くんミニとデラックスですよね。まあこちらの方。まあミニの方なんですけれども、今ここ、まあ、ミジンコの方は泳いでおります。で、こちら、爆食くんミニデラックス。まあ、こっちの方もね、かなりいるような状況。まあ、前回の動画をね、見ていただければわかる通り、まあ、こっちが、まあ、13グラムぐらいいたのかな。で、こっちの方が9グラムぐらいだったのかな。まあ、その状態で、まあ、もう一回そのままとしてるんですけれども、やはりまあ、水量的な、まあ、限界値っていうのがある分だけ、まあどうだろうなーという気がします。特に、まあこっち、爆食くんミニに関しては 3.8 リッターの容量しかありませんので、まあそれで 9g の中にミジンコがいるという状況、まあこれ以上はちょっと厳しいかなという気がしております。
まあ、前の時の動画でも言った通り、この下のところにね、ちょっとね、落ちてる状況は見受けられるんですよね。だから変えたことで、まあ、落ちてしまったかなという気がします。ただ数を減らして、まあ、一からやり直してるというふうな方が、まあ、やり方としては正しいとは思うんですけれども、まあ、今回ね、9g そのままもう一回入れた。で、様子を見てるという状況。ただまだ今現状は、まあ、泳いでおりますので、ちょっとこのまま様子を見ようかなという気がします。一旦なんかね、減ってる気がするんですよね。だからこっからまた増えてくれるんだったら、まあ申し分ないかなと思います。こちら爆食ミニデラックスの方なんですが、こちらもね、結構下のところ、この辺とかにね、ちょっとね、落ちてる部分があります。で、この下の部分ですよね。買われた方、動画見られた方はね、分かってると思うんですが、まあ下にですね、ちょっと部品が入ってるんですけれども、ここにね、ちょうどね、部品のところにね、見えないんだけど、ミジンコがね、挟まって、まあ押しつぶされてしまってるというのがちょっとおります。だからまああんまり多い量からスタートしない方がいいかなという気がしますね。だからまあ数グラム、前回この爆食ミニデラックスに関しては、まあ1.5グラムっていう状況からスタートをしていって、まあ5日ぐらいで13グラムまで行きましたので、まあ1.5っていうよりは、まあ2、3グラムとか、まあそのぐらいでスタートをかけてあげるのが、まあいいかもしれないですよね。そこで、まあ3、4日したら、もうリセットをしてしまうと。そういう状況が非常にいいのかもしれない。そんな気がします。まあ、こちらの爆食ミニデラックスに関しては、ちょっとね、この容器があんまり手に入らないので、まあね、手に入ってる分だけ、まあ、数量限定でね、ちょっと販売をしようかなというふうには思っております。まあ、培養液とかね、セットにしてというふうになりますので、まあ、興味がある方はですね、まあ、フリマサイトの方を確認していただいて、まあ、出品をしているタイミングで購入をしてください。ちょっとね、出品をしてないときは、まあ、部品がないというふうに思っていただければいいと思います。で、こっちの方はね、なるべく部品の方はね、用意するようにはしておりますので、まあね、出品がないときは、まあ、在庫切れというふうに思っていただいて、まあ、すぐにね、出品、再出品できるような体制でいきたいとは思っておりますので、お試しでこのような形でやってみて、で、うまくできそうだったら、基本容量が大きくなってるだけなので、こっちでやれれば、こっちもおそらくできると思います。だからこっちの方がね、まあ販売してない状況のときは、まあこちらの方を使っていただいてでもいいし、まあこれをね、こっちの爆食ミニの方を、まあ何台か持っといていただいて、まあ大体ね、まあやっぱり4、5日ぐらいだと思うので、これがね、4、5台あると毎日、まあ5グラムとかミジンコを取りながらローテーションをかけること自体はまあ十分できるかなと。まあこっちの方だともっとね、容量が多い感じではできるかなというふうには思いますので、まあそこら辺、一度ね、ちょっと増やすのも難しいなっていう方は、まあ爆食君ミニ、ちょっとね、お試しいただくといいかなと。そして、こちら。爆食君の NV13、一番小さいサイズのものですね。まあこれは8リッターのバケツサイズのやつをちょっと使ってるので、ここが長いんですけれども、実際にはまあこのぐらいの長さしかありません。まあ同じようなものなので。で、NV13、皆さんが持ってるものを使っていただければ大丈夫。まあ今現状このような形で、まあ増えてるなというような気はしております。ちょっとね、表面がですね、まあ水面があんまり動いていないっていう状況なので、水がちょっとどうなのかなという部分はあるんですけれども、ただまあその中でミジンコの方はこうやって、まあ泳いでいる状況にはおりますので、まあもうちょっと様子を見ようかなというふうに思っています。まあ水の方がね、減ってきます。この水面積が大きい分だけ蒸発しやすいので、まあその場合はね、水とかをね、足してあげてください。まあそうすると、まあ NV13 でも、まあ増やすことはできると。ただまあ手軽に始めるならこの辺ぐらい。あと、これまでやってた8リッターのバケツ使用。
まあ、バケツ仕様 NV13 の仕様、そしてこちら爆食ミニと、そして爆食ミニデラックスと。まあ、この辺だったら家庭で、まあ、飼ってる分のメダカ分とかね、そういうのには、まあ、十分いけるかなというふうな気がしますね。で、こっちの方のね、30リッターとかの容器になってくると、まあ、取れる量はね、かなり多くなります。まあ、粘りすぎないようにして、前の動画でも言った通り、まあ、やっても1週間。だから、継ぎ足しをするというよりは、リセットしてしまった方が、まあ、水が傷まなくなるので、まあ、長くて1週間。まあ、持って10日ぐらいかな。それ以上は引っ張らないようにしていただいた方がいいと思います。現状、こちらの方も、まあ、3日か4日という状況なので、まあ、それで十分増えておりますし、まあ、こっちの方も、まあ、このような形で、チビもね、結構おりますので、まあ、たくさんね、増やしたいなっていう方は、まあ、爆食の方、まあ、この大きい容器でガンガン増やしてもらって、メダカとかね、まあ、金魚とかに餌として与えていただくといいかなというふうには思います。結構増えましたよね、これ。またね、ちょっと、リセットをね、今後しますので、その時の動画もまた見ていただいて、まあ、興味ある方は小さいサイズから始めていただいてもいいし、まあ、いきなり大きいのでやっていただいてもいいし、ただね、普通の、こちらエアレーションでは動きませんので、まあ、安永の AP40 以上のブロワーを使ってください。で、この、一方コックって言われるもので、エアの強さ等はね、当然のように、調整ができるようなもの、それをね、つけていただく必要性はありますのでね、まあ、そこら辺だけは気をつけていただくと。まあ、こちらの3つのものに関しては、まあ、家にある普通の、まあ、ジェックスとか、ああいうものでも使えますので、まあ、その辺使っていただいて、ただね、水流のエアの強さ、調整ができるもの、それをね、使っていただくのは、まあ、条件となりますので、まあ、そこら辺だけね、気をつけていただければいいかなと思います。まあ、今年のね、メダカライフ、ミジンコをね、うまく使っていっていただければね、非常にメダカも卵をたくさん産んでくれると思いますので、ぜひ皆さんね、ご検討いただければと思います。